この間ね浅草踊りに見えてくださった、まあ、仮にあーさんとしましょうあーさんっていうねまあ38歳かな40歳ぐらいかな若い男性がいたのでその男性がなんかこういう方角とか聞いてて何が面白いのだか分かんないから教えてくださいって言うわけよで私の YouTube とか見てくださってんだけど 基本的に私の YouTube はあのお稽古してる人向けにやってるじゃないですか私もやっぱり「何々さん当て」ということでやってるからでお稽古も何もしてない俺はどうしたらいいんだっていうようなお問い合わせというかね、まあ、愚痴というかクレームだったんですよね。ででもさあそれって例えば私ゴルフ全然やらないんですけどゴルフの何が面白いんですかって。 言われたらみんな悲しくない <laughs> で例えばうん女の子と付き合うとしましょうでその時にねあなたが何に価値を求める若さ顔あとは出身地がなんか自分の興味ある例えばね自分同じとか好きな自分の出張先とかさ条件に合う。 あとは何だろうなあとはまあそのなんかいろんな相性がいいことあとは単純に笑顔がかわいいとかいろいろあると思うんですよね。音楽を楽しむ時に条件っていうのは結構いろいろあってまあ季節の歌あとは時代例えば何歳の女の子が好きとかいうように古い歌と新しい歌があるんですよ。で古めの歌が好き 私は割と古めなやつが好きなんだけどうんであと新しめの覚えやすい曲がもあるしあとはカラオケでいうとあのアニソンとか好きみたいな感じであの芝居歌舞伎を題材にした曲っていうのがあるんですよ。でそういうのを突き詰めていくとまたなんかその歌舞伎がより好きになったりとか。 あとと自分が知らない歌舞伎の曲とかもあるんですよであ,あの歌に出てたから見てみようかなっていう気持ちにもなるしそういう点でお茶を始めることと一緒であの器に興味持ち始めたりお花,お花に興味持ち始めたり、うん、いろんなことに興味が広まっていくんですよね。だからそういうい点であの 小歌なな、まあ、なり、ね、あの歌なりり何でもいいんですけど三味線音楽を始めてみるということでいろんな広がりができることが、うん、一番の魅力なんじゃないかなと思います。でそのあさんっていう方は着物をこの間あのお買い求めになって着てきてすごいかっこよかったのよ。でその着物を着物る機会としてもね あのこういう本学をやってるってことはいいことだしうーんでまたあの年齢が違っても私も本当15歳ぐらいからやってたんだけど90歳ぐらいの知り合いとかもいたのね本当にその頃から。でそうやって年齢を超えてお友達ができるっていうのもでもあのまあね私みたいな。 私は兄貴って彼には言われてるんだけどまあ私みたいなのと「俺はあの曲が好きだ」「いや好きじゃない」とかそういうやっぱり上がるんですよ、うん、そういうのでもねあのやっぱりやってみないと分かんないってことはあると思います。